プロフィギュアスケーター高橋大輔様様俳優二宮和也様高橋さんにもお伺いしたいんですけどアイススケートのショーをこうプロデュースもされていらっしゃいますよね、はいはい、まさに劇場でこう見ている方たちを感動させるためにどういう五感の刺激を与えていらっしゃるのかいかがでしょう。 そうですね。まあ僕自身もあのすごくあのエンタメ好きで、あの舞台見に行ったり、まあライブ見に行ったり、本当にあのあとファンタジーの世界が好きなので、リアルな世界はやっぱりしんどいことが多いじゃないですか。<laughs> <laughs> 確かに。<laughs> <何>多くないですか。わか,か,か大変なことがほとんどじゃないですか。かうん、だからその夢の世界を与えてほしいという気持ちで、こう違う異世界に伝えていただけるような感覚で僕はいつも見に行くので、僕自身がやる時も同じようにその一時の疲れを 忘れるぐらい没頭できるような世界観をお届けしたいなと思っていつもちょっと考えてはいるんですけれどもまあそこもあのまあいろんなエンタメがあると思うのでまあそれもあの僕自身がこの世界観は楽しめるなっていう思うものを逆に届けてたらそこに会ってくれる人がいればいいかなっていうふうには思いながらあのやってますかね <laughs>。再び高橋さん ですか。あれ、はい。一 <laughs> <laughs> 人しかいないから、ね。ええ <laughs>、はい <laughs>、まさか。もうないと思ってたです。すみません。伺ってもいいですか。<laughs> はい、はい。あの、本当にプロのアスリートということになると、はいはい、いろんな日々研鑽を重ねていらっしゃると思いますけれども。はい 実際にこう選手の時代からまあ今に至るまでどのようにそういう,こう磨きをかけていらっしゃるご自身のまあ身体的な部分でもいいし五感的な部分でもいいしどういうふうに鍛えてらっししゃるんででょう、はい、あそうですねでも僕もアスリート、まあ、スポーツといった中でもまあちょっとあのアーティスティックな部分もあるので、まあ、ただただから体を鍛えればいいというわけではなくどうやったら美しく見えるかといったところでやっぱり食事であったりとかもやっぱりあのフォルムとしてこの。 素敵に見えるというかその世界観を出せるようにはどういうフォルムでいるかその上あそれプラスどういう機能性がこの表現には必要かといったところでほんと食事もそうですしま視覚としてもそうですしあとは音楽も表現しなきゃいけないってところでやっぱ聴覚っていった部分でも本当にあにいつもこういろんな新しいものであったりとかあの必要なものっていうものを情報をすごく取り入れながら。 まずは試してみて一回チャレンジして自分自身に合うかどうかっていったところをいろいろ考えながらずっっとやててきていますかね、はい、その積み重ねがもう研ぎ澄まされていくっていうこと、ね、研ぎ澄まされているように見えていたらよかったいいんですけど <laughs> あでも日々ま、あまあ本当にあのまあ年齢とともになかなかこうパフォーマンスは。 やっぱりこう維持していくのが難しいんですけれどもまあ年齢が上が,れば上がれば上がるほどより一層こう気をつけながらやっていかなきゃいけないですしストレスをか感じないちょうどいいバランスをこう常に考えてやっていかないと長いことは続けていかれないなとうう思うのでまあバランスを考えながらはい過ごしており二宮さんが、とざいます晴らしいっておっしゃってましたけどね。 全く同じこと思ってました。あ、本当,はい、本当ですか。素晴らしいあ、そうですか、はい。ちょっとすみません。欲しがっちゃうタイプなんで、これちょっと受賞式はごめんなさい。でもちょっと二宮使うならどうする。どうものを作るっていうようなのも、やっぱもうこうせっかくなんで。その、ちょっと聞いてみたいなと思いますね。はい。じゃ、いいですか。すみません。すみません。いや、本当に、あの、本当に何でもできる方なので。あの、僕、あの、俳優さんがスケートを履いて、やってくれるショーをやってるんですね。<laughs> え。 あやってるん,んです。よ。あの俳優さんもスケート靴履いて氷の上で滑ってお芝居して歌ってっていうのをやってるので何でも <laughs> で練習とかも練習もはい、一緒にして一緒にしてっていうのをぜひ一緒にやっていただければ嬉しいなっていうふうに思いますね。<laughs> ぜひお願いします。ど <laughs> うもありがとうございます。